おはようございます。はい、今ずっと息止めてた。喋ってる途中だったんだ。喋ってる途中に寝ようとするからさ、そのまま息止めるしかないじゃん。なんだっけ、差が4つ分ね、もう埋まるじゃんっていう話でもう話終わってたんだけど、はい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 、すな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 、はあ、おる、ナイスナイススペア、さすがさすが俺、あそか、あそこのキノコ農場を作るのに大量に必要だろうっつって勢いで作っちゃったんだ。お肉くれる、お腹すいた、はい、すな、いや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 、もうじきガラスをあそこ埋めるだけで完成ですよ皆さん、完成ですよ。なんならあのお風呂の砂岩全部取っといて、あれをね、あの砂漠の神殿風の建物を建てるんで、それを祈っとこうかなって思ってる思ってる。後々多分ここ水流生まれてるから、なんか入れんじゃねえかっつって言い出すから下手したら。とりあえずこのシャベルが壊れるまで掘ろうかな。砂をね、神殿風の建物作るにも必要だから、やっぱ大量に必要だから。そうだ、俺もっと調べようと思ったこといっぱいあったのにな、なんで調べなかったかな、バカだな、ほんと。丸石製造、噛んだからもういいや丸石製造機ってあるでしょ、わかんない、もう言葉しか聞いたことない。前一回コラボ企画をやろうってなって一回撮るだけ撮った時にその名前を聞いたんだ、丸石製造機やると。でも俺はなんだろう、こう プライドが邪魔してそれを見に行かなかったんだけど何丸石製造機ってすげえワクワクしてたんだけど見に行かなかった、プライドが邪魔してね。で見ときゃよかったなって思った。丸石製造機で、今思えば素晴らしい名前じゃないか。お城的な建物をね、今後自宅として使うのに建てるとして必要になってくるんだよ、丸石が大量に、そりゃもう大量に。そして思ったのはね、ここ登ってきた瞬間のあそこの小ささわかる、わかるかな、多分見てる人すごいもう思ってんじゃないかなって思ってて、多分見てる人はもうだいぶ前から気になってると思われる。もうずっと編集してて何回も思ってる、この出前のいくら遠近法とはいえ手前のここのデカさに比べてのあの小ささ、ねえ小さいでしょ。あれか、だからここら辺ぐらいまであってもいいんで、このデカさ、この周りのここの出っ張りぐらいから、だから書こうかなって思ってて、ここからファンファン行ってあっち、あ、ずれてんだそう、ずれてここバーン行ってバーンバーンバーンって書こって部屋の中にこの部屋があるみたいな感じにしようかなと。で囲ってこっちの部屋の下は全部ガラス張り、ここ下ガラス張り、今ひらめいたのを言ってるだけだよ。でここの外側は言いたくないけどジャングルの木、行きたくなかったよ俺だって。でもここの家ほぼ
いろんな素材を使っているこの家で唯一使っていないのがジャングルの木なんだ。その木を使ってここを建て、ここ建て、このこう、ま、周り囲って木製のお城風にしてやろうかななんて思ってるけど、それはそうだな、次回とかそんなレベルじゃないんだ。おい石炭、石炭がねえぞ。おい、いいよ、もうおねざ行ってくるから。もう終わらせるつもりだって。俺はとりあえず砂をかまどにぶち込んで、俺はとりあえず次回やりますって言って終わらせる気満々だったのに、おねざ行くよ。しょうがないじゃん、次回またぐにしても何してんだかわかんないけど、覚えてないからと。この動画編集してアップして、そうだな、まあ3本分ぐらいかな。え、何、まだいいんだ。ちょ、足がかゆいんだ。ちょ、足がかゆいから今書いてたんだ。待って、まだいんの、あいつ。これ倒さなかったっけ。ここだったやつ倒したよね。で、あのね、前ネザーの動画をアップした時に思ったのが、この声うるせえなと思った。続きですって言ったけど、その前の動画がねすごいうるさくて、音量をね途中で直したんだけど、だから今ちょっとさっきまでよりも、あのちょっと声、俺の発する声自体はね、ちょっとまあ2倍じゃないな、一回りぐらいちょっと増して、自分の中でね調整して喋ってます。それだけ、それだけです。さっきまではこれぐらいの声だった、ちょっとボソボソっと喋ってんなぐらいの、何せ深夜なんだな、ちょっとボソボソっと喋ってんなぐらいだったのが、さっき姉さん行った時はこれぐらいの声で喋ったわけだよ。え、ちょっと張ってるでしょ。ちょっと気持ち張ってるでしょ。で、なおかつ音量が、あっちが上回ってて聞こえにくいからっていうことで、若干ハキハキと喋ってた。でもね、今ちょっと、びっくりした。ぶちまけたかと思った。ここでぶちまけたらおしまいだ。俺はもうやめるぞ。やめやしね。やめやしないけど。いや、ぶちまけたらやめるよ、ほんと。これ、もう素材ないものだって。まあ、ここはまあ、あるとしよう。まあ、できる。レンガが燃えないか。大丈夫か。床、おい。最初のうちは確かにね、結構動物たちもいっぱいいたし、こう、まあ、前回言ったのは、土の家作ってねえなって言って、土を素材として使ってねえなって言ってたけど、ここの床で土で使ってるからいいかなと思ったけど、草じゃん、言っちゃえば。緑色のカーペットを敷いてるんじゃない、芝を敷いてるんでもないんで、あれは草なんだ、自生してる草なんだ。それを放置しておくのはどうかと思うけど、とりあえずお腹が減って、あの食べ物がちょっとなくなりそうだから、お肉を使う、もったいないから、ちょっとじゃがいも焼くよ。じゃがいもで、お肉しばっておいて、で多分次回はちょっと食い物持ってねえじゃん、どこ、ここ入ってんだろうっつって開けるから、多分そこまで読んでるから、これをだから取り終わって、この取り終わって、まあ明日からこれをね、金土日月まで行くかな、行くな、これ月まで行くな。でもお腹空いてるから多分ね、出だして走るねっつって、直飲もんっつって、多分この辺はさるかもしんないって、入ってねえじゃねえかっつって、あっち行く感じ、わかんないよそれ。毎回なんか締めようとすると暗くなるんだ。はい、というわけでね、
今回もやってまいりましたが、ついにこちらの家が完成目前ということでね、ついに私のやることがあるけど、やることあるよ。ジャングルの木をここ植えるかなってことで植えようかなっつって、あ、そのアイテムもね、いい加減取り行こうと思うんでね。とりあえずこのガラスを全部赤く染めて、ここね、さっき言ったように3マス開けたところで蓋をするって感じかな。マンナスの全部焼かなくてこっちに回すべきだったのに、こっちも屋外にする可能性が高くなってきたんで、まあまあこれはこれで完成でいいかなっつって、ガラスここ白いガラス、透明なガラスでここ植えちゃえばいいかなって思ったんで、そういう感じにしますけど、一旦ごめんなさい、ありがとうございます。いや、寝とかないとね、あの閉めるにギリギリまで時間を使って真っ暗になっちゃうとね、あの始めるときに黒ってなってね、すっげえ焦るの。毎回始めるときに朝でやりますように、朝でやりますようにっつって願いながら始めるから、ちょ待って、あの使おう、もったいない。ちっけえな、おい。もうちょい下がろう。あ、ダメだ。この辺がベスト。この辺ベストだね。オッケー。攻め。というわけで。ね。家がガラスで、覆うだけで完成。で、あの温泉もガラスで埋めるだけで完成。ということなので、それが完成し次第、丸石製造機の作り方を調べ、丸石を製造し、村人の、あの、ボケない小屋を少々、もうちょい大きくしてあげようかなと。この間入った時にね、すごい狭かった、ね。なんなら要塞の中をね、一つの村、が収まるぐらいの収容人数にしたいと思ってるんで、上にダンダンつってね、丸石製造機作りたいと思います。そうすればね、村人も増えるんで、ね、そろそろエメラルドとかも、ね、集めたいなっつって、何に使うか分かんないけど、村人とのこの交易でしかほぼ使わないんじゃないかという認識でしかないサファイアじゃない、ルビー、石がエメラルド、そうそう集めようかな。高さ的にもね、もう一段上げることによってね、この動物スフィンクスと目線が同じになるんだ、おそらく。ここのね、3階部分、一応ここ1階2階じゃなくて1階地下にあるけど、1階2階3階だから、このミス君3階だから、そうすることによって村の、言っちゃえば中心部分です、市街地がちょっと外れたところにあるんだけど、市街地が盛り上がることによって、なんだろう、ちょっとここの殺風景観がおで、なんか、うん、あ、うん、解消されると、そういう感じです。で、そのうちここに、アイアンゴーレム、ちょ、今作っちゃおうか、アイアンゴーレム、あ、なくなっちゃったで、ちっちゃいの作って俺にしようかと思っちゃって、今だけど、あっち見てっからね、こっちのアイアンゴーレムさん、あれ本来ね、プラモデルとかはね、何分のいくつとかだけどね、違うから、2倍、いや5倍、いや10倍ぐらいかな。あのアイアンゴーレムさんをこの大きさにすると何倍だ、5倍ぐらいか、5倍ぐらいの大きさのアイアンゴーレムさんがここに作るんで、100分の1スケールとかじゃないから、これ等身大サイズ、今作ろうとしての倍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 ぐらいの作
来ることによってあそこの展望台で行くから素晴らしい眺めになる。うん、多分ね。で、ジャングル行ってアイテム全部取ってくればサドルも手に入るから。サドル、あ、そう、ロバ、ロバ、そう、ロバ、今思い出した、ロバ。あとロバ連れてくれば、ロバと馬でラバができるからね。動物コンプリートじゃない、猫、猫忘れてた。猫もまあジャングル行けばいるから、多分大丈夫だろう。俺捕まえる気しないんだ。 PS3 で一回やったんだ。10匹ぐらい猫も魚持ってた。近づいてくるの待ってあげたんだ。一回も懐かなかった。10匹全部持ってくれて、まあ、猫も手綱持ってく。猫あの距離、あの距離手綱持ってくきついな。まあ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 、でまあまあまあ、ここにあの砂漠の神殿風の建物だ。あ、ジャングルの神殿風の建物はそこの辺に建てようか。スペース空いてるから、そこはやっといて、でジャングルの神殿風でしょ。じゃあ砂漠の神殿風で、ジャングルの神殿風、あと何、どこの神殿がある。ないネザー、いやでかすぎる。無理。要塞化計画はどこ行ったんだ。村の要塞化計画どこ行ったんだと思って、村人しか要塞化計画されてないなと思って、周りなんか囲うって言ってたな。まあいいや、あの展望台ももうちょいちょいちょいい感じにして、このキノコ、赤いキノコ上の段、こことこの段残して、下の段残して、パラソルとベンチみたいな感じにして、あそこに2個ぐらい赤いの置いていて、あっちあそこら辺もなんか起きてね、あのちょうど川が流れて、滝が流れてるでしょ、あの上あたりも、そうだね、茶色い、で茶色いキノコで大きいパラソルボンって立てておこうかな。一応その上にも登れるようにすれば、あっちからでもそこそこの高さからこの村の中を 見れるっていう風にしよう。赤いキノコ2個で、滝もこっち作ろうか。いいね。やることがいっぱいだ。とりあえずこの村でやることがいっぱいだから、当分ジャングルには行きたくない。あ、言っちゃってるな。違う、ジャングルに行けなくなるって言おうと思った。行きたくないんじゃなくて、行けなくなるから、まあしょうがないねっていうふうに言おうと思ったんだけど、本音が出ちゃった、最近。行きたくないんで、ジャングル。行きたくないからそういう理由を、今。まあね、でもいい感じだと思うんで、あのガチャコンの上にこれ乗せたいなっていうのもあるんで。なんか帽子かぶせてる感じになっていい感じで可愛くなるんじゃないかなと思ってるから、俺はね。とまあいろいろやりたいことが思いついたところで、ジャングルに行く理由がなくなったところで、とりあえずね、ひとまずジャングルに行かなくていいということなんで、とりあえず今回はここまでになります。コメント質問、コメントある方、下のコメント欄もしくは ASKFM の方まで。そして Twitter、ブログなどの URL は下の概要欄に貼ってありますので、そちらからどうぞ。そしてチャンネル登録もよろしかったらお願いします。以上、アガデスキレット社長がお送りいたしました。バイバイ。